はい、今回はね、こちらになりますね、アルピーヌですね、アルピーヌのルノー、今ルノーという会社にね参加になるんですけど、昔アルピーヌって別会社だったんですが、アルピーヌルノーの A110 というものをね、車になります。で、その車を紹介していきたいなというふうに、思いますね。では私はこのパッケージごとね、鳥を取ってしまう人なので、なんですが、これがアルピーヌの A110 で、これは、新型アルピーヌ A110 はアルピーヌベリネッタの精神に忠実であることを見出し、快適かつ遊び心が溢れる魅力的な一台として復活。特徴はまるで一筆で描き切ったような無駄のないラインと低重心な雰囲気。1.8 リッター直噴ターボエンジンを搭載し、電子制御7速 AT7DCT を組み合わせ、発売記念モデルの限定車、クルビエールエデーションを設定。エクストラには、フロントマスクの LED ヘッドランプがアルピーヌ A110 アイデンティティを感じさせ、センターに配備されたエピソードパイプは軽量化にも貢献。ボディの約 96% にアルミニウムを採用。プラットフォームとボディにこの高品質な軽量素材を用いることで、大幅な、軽量化に成功。インテリアは本革と金属という2つの異なる素材を組み合わせることで、これが特別用にはコンストラクタルデザインに仕上げ、カーボンを用いてスポーティーさを加え、ボディカラーにはブルーアルピーヌ N を用意し、左カントルの設定ということなんですね。でこれが何値段がすごい高いです。プレミアムエレーションがあって1種類なんですが790万円というね、とてつもない価格になります。でこれはリッターが 14.1 ということで、非常に燃費はいいんですが値段がすごい高いという車になります。で、まあ、それがこのルノーアルピーヌ、もともとアルピーヌっていうのは別の会社であって、かつてその有名なこのレーサーの人がいて、そのアルピーヌで、ヨーロッパでね、優勝したり、レースで優勝したり、ラリーで優勝したりしてたのがあったんですが、まあ、その栄光は早かって、アルピーヌが次々とこういう車を出してたんですが、まあ、そのアルピーヌがバブルが崩壊ぐらいの時ぐらいですかね、その時に、そのアルピーヌがこう潰れてしまったんですね。で、その時に、どっかの会社に誰か助けてくださいって言ったところに、そのルノーの会社が、まあ、アルピーヌの会社を手助けしようということで、ルノーの、まあ、傘下という形に今なったんですね。でその代わりもルノーの、まあ、言うことを聞いてですね、でルノーの元でそのアルピーヌという車を、まあ、ブランド維持する代わりにもルノーの言うことを聞いてくださいということで、まあ、そういうふうな、形になったわけなんですが、まあ、なかなかこのアルピーヌというのは非常にいい車でね、デザイン性も優れてるし、走りも優れてるし、なかなかいい車だったんですが、まあ、非常にそんなに大きさもそんな大きくなく、ちょっと小型っぽいのね、それでその小型というものを生かした速い走りというのを伝えるし、なかなか良かったんですね。で、アルピーヌは昔、アルピーヌでレースで活躍した、あの名車がありますけど、A110 とかね、あの名車があるけど、あのラリーで活躍したあの名車を、まあ、現代に、手で、技術で再度復活しましたという感じですね。でそれがまたこのアルピーヌの良いところかなというところなんですが、なかなかこういう車というのは非常に、魅力的で、かつその、まあ、綺麗なスタイルだなという感じですね。確かマジュレットでは、アルピーヌのルノーの AS 仕様というのが確か出てます。初期のやつですね、 AS 仕様というか ラリー仕様というか、あの形のやつが出てるんです。でそれはヤマダモーターさん の動画とかを見ていただければ、それの、の
が載っていますので、まあ、詳しくはそちらの方を見ていただければかなと思います。私もあれ欲しいんですけども、いやなかなかちょっと人気がある車なのでちょっと手に入るのが難しいのでね、まあ、いつだかはまあ分かりませんけど、手に入ったら、そういうものもね、まあ、紹介できればなというふうにまあ思います。ですがなかなかの、良い車でして、まあ、こういったところが非常にアルピーノ気に入っているところですね。であとこの、ホットビールとしたこのホットビールですね、まあホットビールはね相変わらずこの人気がすごくて、今コロナの経済がすごいんですけど、まあ、それもある意味お構いなしぐらいの勢いで人気がやっぱり相変わらず強いんですよ。でこうセブンイレブンになぜか知らないけどセブンイレブンに取り扱ってるんですね。前まではちょっとローソンで取り扱ってたこともあったんですが、同時に取り扱い店舗増やしたのかセブンイレブンにも売るようになったんですね。でその時に、その何て言うんですかね、全部のセブンイレブンやローソンにあるっていうわけではなくて、それこそこれ大変なことなんだけど、発売日ってのは今の時代だからネットで調べれば出てくる情報なんですけど、ただそれをこうどこで売ってるのかってなると非常に難しいんですね。あの店舗によっても置いてあるところと置いてないところが、しかもど田舎になってくるとほとんど置いてないところが多いんですね。ですからそこの中で置いてあるところを見つけたとしても、やはりみんな同じこと考えてるんで、みんなそこにやっぱり買いに行こうってみんなそこに集中してくるわけですよ。ですからそうするとあっという間に売り切れちゃうんですね。ですからもうこういったものはもう早い者勝ちになるんです。でホットビールで私がこれ発売してからもう1週間ぐらい経ったかな、だったんで、もう1週間も経ってるからもう売り切れてるんだろうなと思ったから、あのちょっとある時セブンイレブンにフラッという用事があって寄ったらあったんですね。で、あってびっくりしたんですけど、まあそれで、まあ、即このアルピーヌとあとマスタングが出てたんで、あれマスタング出てたあったかなと思って一旦家に帰っちゃったんですよ。その時ね、あのこのアルピーヌだけ買って、でそしたらね、ああバカなことしたなと一応思ったんですけど、要するに私ちょっとスマホというものを持ってないから、家に帰ってパソコンで調べて、それで再度検討してみようかなと。なんか同じ車種がダブってたらね、あの嫌なので、そしたら確かにマスタングあることはあったんだけど、それは昔のそのバジョレットかなんかの時代のマスタング でその時はそのクーペタイプだったんですね。ですからそのオープンタイプのやつがなかったので、なんで戻ったら、台数がさらに少なくなってまして、で唯一一つだけマスタングがあったんですよ。でそれをもう買いました。でアルピーノに関してはその取りに行った家に帰る前までは3台ぐらいあったのが、もう1台ぐらい2台ぐらいかしか置いてませんでした。ですからもうホットビールってやっぱり人気がやっぱりトミカ、あの今初回特別のトミカって昔と比べてその多少ちょっと減少してるかなってところがあるんですが、まあ、あのホットビールもやっぱり非常に人気があってですね、こういうふうに実車が発売されるとすぐ売り切れちゃうというところがあるので、まあ、見つけたら即お買い求めになった方がいいかなという感じです。私は1週間ぐらい遅れて手に入って、そんで一旦家に帰ってまた手に入ったっていうのは本当奇跡に奇跡なんですけども、まあそういうふうなもので手に入ったので非常に良かったかなというところなんですが、なかなかこのルノーアルピーヌというのは、まあ、こういう魅力的で、この青いデザインとこういうところが非常に良くてですね、なかなかいいなというふうに思った車でございます。どうもありがとうございます。